ど、ど、ど、どレーム。いや、これ、オンラインでやってますけど、うまく録音できてるんですかねどうなんすかね、うん、前やった時は、ちょっと音悪かったじゃないですか。あ、なるみさん、それ、ヘッドセットをまさか、そう。買いました。あ、なんかね、持ってました。あ、持ってた。<laughs> うん。探したらあったんで。へぇー。僕はだから、ちょっと音はいいかも、はい。あ、いいですね。で、あと、僕も、いくつかのあの、イヤホン付きマイクを試してみたら、うん。すごい発見なのが、うんうん、はい。 今これつけてるの一番安い500円ぐらいのやつなんですけど、はい、これが一番音よかったですそうなんだでおあのマイクの性能が良すぎると後ろの音をすごい拾っちゃってそっかそっかさーって入っててっはいはいはいでこれ多分500円ぐらいなんでしょぼいんで、うん、そ,そこそか適当だからちょうどいいんですか、ねはい、ちょうどよかったです試してみへえそういえばイヤホンといえばあの夏目さんお勧めしてた坊主、はい、の,のノイズキャンセリングがあったじゃないですか あれ買いまししたたよどうですごいすごいいいでしょ飛行機乗ること増えるから買っとこうと思ったらすごい飛行機乗る時き本当に飛行機のゴーってやと全部消えますよね全部消えますね無音ですねはいや本当にこれはもう皆さんにおすすめしたい絶対買ったほうがいいあれだってあれつけて曲かけずに寝ますもん飛行機でそうですねそれがいいと思う あれ感動ものですねはい本当にだからもう飛行機の中ずっと寝れましたねおかげで、はい、うんいやあれはもうすす 3, 万3万円ぐらいでしたっけはい、はい、3万円の価値は全然ありだなっていうにあ,、ねあうん、ちなみに僕はあれですよあのえっ、ー、と去年今年かなあのハーチューさんがおすすめしてたじゃないですかこれ、うん、シータお買ったの買いました,買ったへえんか人におすすめされたものはあのあんまり変なこと考えずに買おうと思って、うん ああそれいいことですね。はい、でこれ楽しいですね。すごい楽しい。そうなんだ。うん。あとでちょっと僕が今いるところのリンクを貼っておきますけど面白いですよ。360度、すごい景色が見えます。うん、<laughs> それすげえ楽しみだ。<laughs> 海外行くときはいいですね、そういうのね。はい、うん。そうなんだ。なんかあの、ちょっとお便りも来てるんで読んでみていいですか。はい。はい、えっとですね。はい ラジオネーム、ゆきかわさんから来てます。ゆきかわさん、ありがとうございます。はい。えー、いつもまったり聞いてます。はい。夏目さんのブログ拝見しました。ほう。アフリカ行っちゃったんですかはいはい。いつも寝る前に聞いてたから、ロングリーフイもなくなるの困ります。はい。これからも細くなくよろしくお願いします。<laughs> はい。って書いてありますね。ああ<ー>、ありがとうございます。ありがとうございます。一つ言とでもそう思いますよね。いや、一つ言うと別に、細くなくてよくないですか <laughs> 細く長くってどういうことなんですかねえやだから、あの、そびり続けろよとかじゃないな。そうなんです、ね <laughs> うん、もうちょっと太く長くてよくないですかちゃんと <laughs> そ。そんな派手な番組にはないってことですよ、ああ、そうですね。確かに確かに。<laughs> <laughs> そうそう。普通ね、はい、やめちゃうんって言っちゃいますよね。はい。なんか、何件かリプライターとハッシュタグでもらってましたよね。あの、僕がボールファイター後にう、ね。うんうん。でも別に今は、はい。オンラインでで,できますからね。ね。 うん、スカイプ結構使えますもんね。使えます。うん。ちょっと僕ら知識がなくて、この録音方法と機材がちょっと多分、しょぼいとは思いますけど、うん、すね。まあ、もうちょっとこれからね、うん、研究したいですね。うん。どのマイク使うのがいいのかとかね。ねあの、有名なポッドキャストのリビルド FM は、あれ、全部スカイプですから。 でであんなに声が音が音いいですもんねいいあれはすごいですねでもなんかあのリベルト聞いてる限りだと皆さんこうアメリカのいろんなところにいて、うんうん、でアメリカってアメリカって言っても広いじゃないですか広いですね、うん、そうだから結構スカイプでやってるみたいですねああそっかそっか、うん、でも我々も史上初めて日本とアフリカのポッドキャスト番組になりましたね確かには他にないかも。 日本初ですよ<お>調べてないけど全然確かにアフリカ初かも調べてないけど、うん、<laughs> アフリカのポッドキャストを聞けるのはドン・グレヘムだけですよおすごい知らないけど知らないけどアフリカらしいことなんか言ってくださいよそうですねあの坊主のヘッドホンいいみたいなのって別にアフリカっぽくないそうそうっぽくないからアフリカっぽいことかなんだろうなあの、はい、毎日何食べてるんですか うんと。うん。あの、カップスープとか、あと、ケロックコーンフロストとか。<laughs> なんか、夏目さんに食べ物ボーてもしょうがないと思い出しました。<laughs> <laughs> ひどい。あと、何回かはあの、<あ>その辺で、あの、なんだろう、うん、みんな手で食う感じの、うんうん、あの、なんだろう、よくわかんない米とよくわかんないカレーライスみたいなのの、何回か食べましたけど。はいはい うん、あんまり美味しかったうん微妙でした米がちょっとなんか多分あ<ー>パサパサしててここいちないですかそっちないみたいですねそれは残念ですね、うん、あればね漫画も見えるしね、うん、<laughs> そうですね <laughs> よかったもんねそう食べ物はでもああ今南アフリカなんですけど、うん、こっちってあのー、アメリカサンフランシスコに近くて車がないとどこにも行けないんですよ、うん で、ご飯食べに行くのも、ちょっとふらふら歩いてとかも、あんまできないんで、ちょっとそれがめんどくさいですね。あそれは治安的にちょっと危険だから、タクシー乗ろうみたいな。もうそうですし、あの、いや、遠い。遠い。うん。近所の、広いから。そう、近所の、じゃあ、ちょっとご飯食べれるとこまで車で15分とか。ああ、そっかそっか。そう、遠いんですよ。タクシー、タクシー呼んでんすかウーバーです。あ、ウーバー。ウーバー使えるんだ。はい。 もう100%ウーバーでやってます。はい。へー。ウーバー X とかあるんですかありますあります。結構ありますよ。へー。ウーバーすごいですね。うん。ラゴスはあんまなかったですけど、うんあ。あ、でも南アフリカはめちゃくちゃあります。へー。うん、なんかもう海外行ったらウーバーが当たり前になってますよね。どこ行っても。うん、うん。いや、でも便利じゃないですか。あのー、便利、便利。うん。なんだろう、価格ぼられることもないし。うん、そう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 。あの、支払いもその場合いらないし。いらないし。まあ楽ですよね。で、あと最低限ウーバーが、あの、ちゃんと、 安全な人っていうのはちゃんとやってるんでいろんな履歴も残るしね、うん、いやそうだ、うん、とレビューが残ってるんでうんあの日本だと違いますけど海外だと乗客のもレビューが低いと来てくれないんですよ、うん、あそうなんだそう実は乗客も<ー>あの見られてるんでうんそっかそっかウーバーすごいですよねすなんか 最近ニュースでウーバーの乗客いない人たちは何か荷物を運ぶようなバイトもできるみたいなの始まってましたね、うんはいはい、いやすごいですようんウーバーすごいなと思いましたいや昔僕ウーバーの人と話しててなんか新しい企画考えてくれみたいな話だったんでうん、うん、じゃあなんか三照号の子供を運びましょうって言ってウーパールーパーっていうのを案 <laughs> <laughs> てやらじゃないですかそうしたらなんかあの <laughs> 何が面白いのか説明し論理的に説明してみたいなこと言われてあの <laughs> <laughs> 泣いて帰りました <laughs> <laughs> それはウーバーには正しいと思うけど<や>論理的に説明してほしいですもんけど実はこういうのがウーバーすげえさすがだってなったりするんです <laughs> でもウーバーちょっと遊び心あるじゃないですかなんかありませんまあなんかアイス運んでくれたり、ね、は,いはい。あとあのあハロウィンで仮装した時にななんかうんうん、うん んだっけ仮装セット貸してくれるとかあああるあるあとクリスマスの日にはサンタがプレゼント持ってきてくれるのがあるんですよね、うん、結構遊び心ありますよねそう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 いうとこいいっすよね、うん、ウーパールーパーもねありだったかもねうんちょっと論理的に僕が説明できない <laughs> 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 ちょっとこれを聞いてたらもしウーバーの日に切れるかもしれないんで今度こそ是非お仕いしますお願いします